石井博士は日本のコンピュータ研究者、工学者。東京都生まれ、5歳の時に北海道札幌市に移る、アメリカ合衆国、マサチューセッツ工科大学教授。専門は情報工学、タンジブルビット研究の創始者。モットーは人の2倍働いて3倍の成果を出す2010年3月3日、牧総合計画事務所所,所長、牧文彦。 マキ総合計画事務所副所長、亀本ゲイリーと北海道新聞社のエンジニアであった、父親の影響で幼児からコンピュータに興味を持つ。北海道札幌南高等学校、北海道大学工学部電子工学科卒業。同大学大学院、情報工学専攻修士課程修了。電電校舎入社。その後、北海道大学より論文博士号を取得。 西ドイツの GMD 研究所客員研究員、NTT ヒューマンインターフェース研究所、トロント大学客員助教授、MIT 教授を歴任。現在、MIT メディアラボ副所長。2012年、国際社会において優れた活動を行い、日本の発信に貢献したとして、内閣府から世界で活躍し、日本を発信する日本人の一人に選ばれた。 2014年2月10日、マネックスグループ最高経営責任者松本大と現実世界で触ったり操作するものの世界とサイバースペースとをいかにつなぐかを主要な研究テーマとする。NTT ヒューマンインターフェース研究所在籍時に距離を超えて共同描画ができるクリアボードを同僚の小林実と開発。この研究がコンピューター研究者のアラン・ケイ。 MIT メディアラボ創設者のニコラス・ネグロ・ポンテに認められ、1995年秋に MIT へ移籍。MIT メディアラボで、タンジブルメディアグループを創設。タンジブルユーザーインターフェースの研究が認められ、2001年にテニアを取得。2006年には、アクメ・シゲッチーから CHI アカデミーを受賞。2019年に、 アジア人初となるシゲッチーライフタイムリサーチアワードを受賞。ありがとうございます。